キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？山本陽一郎です。今週は私がメッセージをお届けします。今日は敬老の日です。おじいちゃんおばあちゃんに日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを届ける良い機会です。私の祖父母はすでに天国に引っ越していますので地上では会えません。でも牧師として日々多くのご年配の方と関わらせていただいています。お一人お一人との出会いが与えられ、今ご一緒に歩ませていただけることを感謝しています。クリスチャンのご年配の方々とお話ししていると、あることにいつも感動させられます。それはその口から感謝の言葉がたくさん生まれることです。もちろん人間なので気弱になる時もあるし、体の不調もあります。でもそれだけに終わらず、感謝が本当に自然と出てくるんですね。なぜでしょうか？それは神がいつも私と共にいて、この人生を真実に守ってくださると信じておられるからです。それが生き方として根を張り実を結んでいるのです。聖書のイザヤ書46章3節4節にこうあります。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。まことの神は人に運んでもらうのではなく、逆に人を運び救い出してくださるお方であると言われています。あなた方が体内にいた時からずっと、生まれる前からずっと、そしてあなた方が年をとってもずっと同じだと約束してくださいます。この神の守りと救いを知るとき、感謝と平安が湧き上がってくるのです。以前、幼い子供が高齢者施設で無邪気にこう質問しました。おじいちゃんおばあちゃんは大きくなったら何になりたいですか、と。するとある方が微笑みながらこう言われたのです。素敵な質問ですね。私はありがとうを忘れないおばあちゃんになりたいです。なんと美しい答えだろうと感激しました。私たちも神の恵みの中で感謝しつつ年を重ねられたら本当に幸いなことですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？山本陽一郎です。教会では結婚式をすることがありますが、新約聖書にもカナという町で開かれた結婚披露宴での出来事が出てきます。当時の祝宴は1週間も続きました。町中から大勢の客が招待されるのが習わしで、そこにイエスも招かれていました。ところがこの時、舞台裏では大変困ったことが起きていたのです。客に振る舞うブドウ酒が途中で切れてしまったんです。この時イエスが最初の奇跡を行われました。ヨハネの福音書2章7節8節にはこんな風に書かれています。イエスは給仕の者たちに言われた。
水瓶を水でいっぱいにしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。その家の前には80リットルから120リットルも入るとても大きな水瓶が6つ置かれていました。一つだけで数百杯分という計算になります。とはいえ、亡くなったのはブドウ酒。いくら水を汲んでも、一見すると無関係です。でも、彼らはイエスが言われた通りにしました。一生懸命に水を汲み、それを世話役のところへ運びました。どれどれ？世話役が味見をしてみると、それはとびきり美味しいブドウ酒でした。いや、正しくは、ただの水が最高に美味しいブドウ酒に変わっていたのでした。客は大喜び。こうして、最低になりかけた披露宴は、最高の披露宴になりました。大きな喜びや華やかな成功に、人の目は奪われがちです。でも、その陰には、ひたすら水を汲むような、人には見えないたくさんの仕事があります。実際仕事というものはほとんどが地味な作業の連続ではないでしょうか。けれども、そうした地味な仕事を神は役立てて栄光のために用いてくださるのです。神に信頼して与えられた働きに精一杯励む中に神の御業は現れる。小さな私たちの小さな働き一つ一つが思いがけない大きな喜びへとつながっているということをこの出来事は考えさせてくれます。さあ、私たちも水を汲みましょう。神がそこに栄光を表してくださることを待ち望みながら。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044、名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？山本陽一郎です。昨日に続いてカナの結婚披露宴での出来事を見てみましょう。裏方さんたちがイエスの指示に従って汲んだ水、それを飲んでみると極上のブドウ酒になっていた。集まっていた客はみんな、おいしいブドウ酒だったなぁと喜んで帰っていきました。ただ水を汲んだ裏方さんたちの思いは、客のそれとはまたちょっと違うものだったはずです。ヨハネの福音書2章9節にはこう書かれています。汲んだ給仕の者たちは、それがどこから来たのかを知っていた。彼らが体験したのは、はるかに大きな驚き、また深い感動でした。なぜなら知っていたからです。どこからそのブドウ酒が来たのか。さっき自分たちが汲んだ水がブドウ酒に変わった、今ここでイエスの素晴らしい奇跡が行われたという事実を、やった人だけが体験できることってあります。祈り続けた人だけが味わえる真実な答えがあります。神が働かれるとき、どんなに素晴らしいことが行われるかを、その人たちは身をもって経験できるのです。私たちも主に信頼して、自分に与えられた働きに励み、祈りを重ねていきましょう。そして今日もう一つ確かめたいメッセージは、神の御業を待つことの大切さです。言い換えると、委ねるということです。
考えてみれば、裏方さんたちが置かれた状況というのは、人間的に見ればピンチ以外の何者でもありませんでした。客が大勢いるのに、葡萄酒が切れてしまったんです。どうしようもない状況です。でも、そこでイエスは奇跡を行われました。人間、誰でもピンチを経験することはありますし、心配事もあります。私自身も自分のシナリオにこだわって、自分の力で心配事を解決しようとして、焦り、苛立ち、苦しむという経験を何度もしてきました。けれども、忘れないでいたいのは、解決してくださる神が私たちと共にいてくださるという事実です。自分が今見えていることだけで結論を決めず、神が与えてくださる希望があると信じましょう。私たちの人生を導いてくださるお方は、今、あなたの場所にいてくださいます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？山本陽一郎です。前に病院で内視鏡検査を受けた時、先生が自分のお腹の中見てみますかと言って画面を見せてくれました。改めて私たちの体って本当によく作られていて、すごいなぁと感じました。ところで、聖書の中によくキリストの体という表現が出てきます。実はこれ、教会のことを言っているんですね。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。エペソ人への手紙1章23節、頭はイエス・キリストで、教会はその生きた体。16世紀の宗教改革者マルティン・ルターは、頭のキリストと体の教会の関係を喜びの交換と語りました。私のものはあなたのもの、そしてあなたのものは私のもの。そういう関係が喜びで成立するところ、それが教会なのです。ところで、皆さんは映画はお好きでしょうか？映画の最後に、キャストやスタッフなどの一覧が表示されますよね。物語の余韻に浸りながらあれを見ていると、一つの作品のためにこんなに大勢の人が携わったんだなぁと、また感動してしまいます。大抵の映画と同じように、キリストの体である教会も一人では成立しません。お互いの存在が必要です。私たちの体が心臓、胃、筋肉、血管、肺、大腸、皮膚、そういう多くの器官からなっているのと同じように、すべてのクリスチャンはキリストの体の一部分なのです。みんな働きは違います。他の誰かにはない、あなたならではの大切な意味があるんです。このことから、私たちはお互いが教会においてどれほど大切な存在かを知ることができます。与えられている賜物や役割が違っても、上下や優劣はありません。頭であるキリストに従って生きた体として働くために、私たちは協力する必要があるのです。今教会に通っている方も、これから通い始める方も、それは偶然ではありません。あなたはキリストにとって、
そして教会の一人一人にとって大切な、本当に大切な存在なのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光、世の光の時間です。いかがお過ごしですか？山本陽一郎です。今年はアメリカのメジャーリーグで野球の大谷翔平選手が歴史的な大活躍を続けてきました。その大谷選手のそばにいつも一人の日本人がいるのをご存知でしょうか？通訳の水原一平さんです。彼は練習中も試合中もいつでもどこでも大谷選手のすぐ近くにいます。グラウンドの外でも、車での送迎、スケジュール調整、食事や買い出しも一緒に行ったりしています。二人は日本にいた頃から同じチームにいましたが、メジャーに挑戦する大谷選手のために、一平さんは彼の専属通訳となって一緒に海を渡ったのでした。なんと心強いことでしょうか。だからこそ大谷選手も安心してプレーに集中することができるのでしょう。実は私たちにも常に一緒にいてくれる方がいます。それは神ご自身です。新約聖書のマタイの福音書は、その始めと終わりが主が共におられるという約束の言葉になっています。1章23節、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。これはイエスが誕生した場面で語られます。また大宣教命令と言われる28章の終わりは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというイエスの言葉で締めくくられます。さらに言えば、旧約聖書でも主があなたと共にいるという約束が繰り返し語られ、人々はその言葉を握って生きてきました。けれども忘れてはならないことがあります。何事もなくその約束が語られているわけではないのです。私たち人間の側は揺れ動き、神に背き、罪を犯し、自分勝手に生きていることがたくさんあるのです。実際に福音書は、イエスが捕らわれて十字架にかけられるとき、弟子たちがイエスを見捨て裏切ったことを伝えます。にもかかわらず、復活されたイエスが弟子たちに告げられたのが、私はあなた方と共にいるという約束でした。だからこそ私たちはこの約束を握ります。この言葉の慰めと力を知ります。そして今日も明日もこのお方と一緒に歩み出せるのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号990-8691 990-8691
山形郵便局支所箱72番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか。山本陽一郎です。時々地元の方とおしゃべりしていると聞かれることがあります。子供の頃から牧師になりたかったの？そんな時は正直に答えます。いいえ、将来は電車の運転手さんになりたいとは思ってましたけど、牧師になりたいとは実は一瞬も考えたことはなかったんですと。かつての私は、見えない神なんか信じる人は失礼ながら頭の中がお花畑なんだろうとさえ考えていた時期がありました。そんな人間が今その見えない神を信じる教会で牧師をしているんですから、人生はわからないものです。30年近く前、ふと行ってみた教会の夜の礼拝で、私は聖書のこの言葉に触れました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。暗く乾ききった心に光が差し込んできたあの夜は、私の人生の大きな転機でした。こんな自分にも生きる価値があるんだと。神が私を愛しておられ、罪人の私を救うためにイエス・キリストを送ってくださったと知ったのです。イエスの時代に漁師のシモン・ペテロという人がいました。ある時、夜通し働いても魚が取れなかったのですが、イエスの言葉に従って湖に網を下ろしてみると、網が破れそうなほどの大量になりました。驚くペテロにイエスは言われたのです。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取るようになるのです。ルカの福音書5章10節にあるこの言葉は、私自身にとっても招きの言葉となりました。20歳の時、牧師になりたいと祈り始めたのです。イエスに従ったペテロは、後に初代教会のリーダーとなり、まさに人間を取る漁師になりました。私たちもそうです。救い主イエスに出会い、その愛と御言葉の力に触れる時、大きく変えられます。小さなものですが、このお方に従っていくとき、神の大きな御業のために用いていただけます。新しい人生にあなたも踏み出してみませんか？イエスはあなたを招いておられます。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田3丁目 6-36 世の光です。